おはようございます。冬の到来とともに新型コロナウイルスの感染は急速に拡大しています。今医療体制はどうなっているのか、そしていざ発熱したとき、感染が疑われたとき、私たち一人一人はどう不安と向き合い行動すればよいのか、医療現場からのメッセージです。現代人を襲う様々な病、健康で自分らしい生活を送るために、病を正しく知り生きる力へ。札幌豊平区にある KKR 札幌医療センター、呼吸器内科で感染制御部の福家聡医師は、今年に入り札幌市内で新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた頃から新型コロナ肺炎の診療に当たってきました。こちらの病院にですね、まず最初に新型コロナの患者さんがやってきたのはいつぐらいになるんでしょうか。はい、2月の下旬に発熱と呼吸困難と倦怠感ということで退院に受診されまして、その患者さんがうちに紹介をされてきました。来院した時にはですね、もう非常にひどい肺炎の状態でしたので、すぐに集中治療室に収容して治療を始めたという症例です。この患者さんが我々の病院の運命を変えた1例目かなというふうに考えております。まあ、やはり当時はこう未知のウイルスということで現場も相当混乱なさったんじゃないかなと思いますけれども、その病院のスタッフの皆さんはどんなこうお気持ちで新型コロナとこれまでこう向き合ってこられたんでしょうか。やはりあの病院長以下ですね、胆振東部地震の時のようにもう病院全体一致団結をして対応していこうということで対応してまいりました。100年に一度と言われるコロナの災禍の中でですね、医療人としての責務を果たして、そして国民の皆様の健康と命を守ると、そういうことを大事に誇りに思って対応してきました。具体的に病院としてはその新型コロナの診療に具体的にどのように取り組んでこられたんでしょうか。当院はもともと感染症指定医療機関ではないんですけれども、札幌市ですとか保健所からの要請にお答えする形で協力医療機関として対応してきました。ただやはり未知のウイルスとの戦い、どういうことが起こってくるかわからない手探りの状態でしたので、病院の主要メンバーで朝と夜と1日2回のコロナ対策チームという会議をですね行いまして、日々手探りで乗り越えてまいりました。さて10月末から道内の新型コロナウイルスの感染者数は過去最高を更新し続けています。現場で感じるその第3波の特徴というのは、はい、中等症重症の患者さんというものは確実に増えていると思います。特にですね、中高年齢の方が発症するケースが現在増えておりますので、それらの方はもともと基礎疾患、もともとの病気がある方とか、もともとご高齢の方が多いので、そういう方がすぐに重症化していくというのが今の特徴だと思います。なるほど。まあ、感染増加を受けてですね、こちらの病院ではどのような対策を取っていらっしゃるんでしょうか。はい、発熱の患者さんと通常の慢性疾患、もしくはがんの患者さんと患者さんが交わらないようにするために区別をして診療するようにしています。そのために特別な施設を設けまして、玄関先で発熱がある患者さんにおいてはそちらの専用スペースに移動していただいて診療を進めると、そして慢性疾患がんの治療の患者さんは通常の病院の中での診療を行っていくというふうにしております。駐車場の脇にですねプレハブがあるんですけれども、先生これは、こちらは来院した患者さんが発熱している場合に、はい、まず最初に入っていただく施設になります。はい、10月から稼働した発熱ユニット、2週間以内に発熱、また37度以上の熱がある場合は他の患者と交わらないようこの建物に案内されます。まず発熱のある方がこちらに入ってきたら、まずどのようなことを行うんでしょうか。はい、はい、患者さんはこちらのレッドゾーンといわれる汚染エリアの方に入っていただきます。はい、そして最初にこちらのカウンターのところにご案内をして、はい、グリーンゾーンにいる看護師もしくは医師と面談をします。その後ですね、採血の検査という流れになります。どうぞこちらへ。はい、
取材した11月、札幌の感染者が急増する中、子どもから高齢者まで不安を抱える多くの発熱患者が訪れていました。頻繁に換気された室内で採血を行い、PCR やインフルエンザ検査ができる専用の部屋も完備。他の患者と接触せずに CT 検査なども受けられるようになっています。日々増加する感染疑い。命を守るための懸命な努力は続いています。今これ着ていらっしゃるのはビニール袋だと思うんですけれども、ゴミ袋を継ぎ足して手作りしているような状態ですね。本当にまだまだ大変な時期が続くと思うんですが、日々どういったお気持ちで今診療に当たってらっしゃるんですか？自分が感染しないっていうのが一番やっぱり大事なことかなっていうところで、自分を守ることがやっぱり他の人を守るっていうことを念頭に入れながら、ここで自宅に持ち帰らないっていうことを気をつけてやっております。この後はもし発熱したらその時どう行動する？さて、患者数が増加する中、医療体制の整備も重要なんですが、まずは私たち一人一人がしっかりと備えるということも大切です。実はですね、私もこの夏に高熱を出しまして、もしかしたらということで、今まで感じたことのないちょっと恐怖感に襲われてパニックになったんですけれども、いざ発熱した時にですね、まずどのように私たちは行動すべきなんでしょうか？まずは冷静に行動していただきたいと思います。はい、過去2週間の行動履歴というものをよく思い出していただいて、3密のような状態に行ったことはないかですとか、どのような方と触れ合ったか、もしくは職場がどのような状況であったかなど、過去2週間の状況を確認していただくのがいいと思います。そして咳とか痰、倦怠感といったような感染症を疑うような発熱であるかどうかということもご自身でよく確認してほしいなと思います。それでもし万が一コロナであれば、帰って会社ですとか学校の皆さんにご迷惑をかけることになりますし、実際にそれで患者さんが増えていくことになりますので、ぜひ勇気を持って休んでいただきたいと思います。この冬ですね、インフルエンザとの同時流行というのも非常に懸念されているんですけれども、これインフルの症状なのか新型コロナの症状なのか、何か私たちが分かる症状の違いっていうのはあるんでしょうか？発熱、咳、倦怠感といった症状は両者に共通するところもあります。新型コロナウイルスの場合は味覚障害、味が分からなくなったとか匂いが分からなくなったような嗅覚障害といったものが表に出ることも多いと聞いております。インフルエンザの場合は筋肉痛ですとか、頭痛なんかの症状、そしてインフルエンザの場合はどちらかというと突然発熱をするという症状もあるかと思います。風邪という症状もありますので、やはりこう自分で判断するのは非常に難しいと思うんですが、どういう症状があったら、またどういう方は早めの受診相談が必要なんでしょうか？はい、やはり強い息切れがあるですとか、はい、高熱が続くですとか、体が非常にだるいという患者さんの場合には早めにご相談いただきたいと思います。またもともと肺の病気があるとか、心臓ですとか糖尿病があるとか、そういう患者さんの場合も早め早めにかかりつけの先生ですとか相談窓口にご相談いただくのがいいと思います。発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医などの身近な医療機関、または道の相談窓口、札幌市はシャープ7119まで、まずは電話で相談をしてください。最後にですね、今後も続くウィズコロナ時代ということなんですが、私たち一人一人がどうこう不安と向き合っていけばいいんでしょうか？はい、過度に不安を持って恐怖を持つその必要はないと思います。はい、日常的な手洗いですとか消毒、そして換気を励行していただくということが大事だと思います。そしてもう一つ大事なことは、はい、自分も感染しているかもしれない、周りの人にうつすかもしれないという意識を持っていただいて、皆さんが周りの方にも気を配っていただくということを積み重ねていくと、収束が見えてくるというふうに期待しております。これだけやはり医療従事者の皆さんも頑張ってますのでね、私たち一人一人もやっぱりここは気を引き締めて頑張っていかなきゃいけないなというふうに思いました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。